一応まあ今回は、まあ、年末年越し配信とは言ってますが、まあ、メインは、このクイズですね。博識なんちゃら合文って読むんですかね、まあ、これを今お集まり159人あ違う135人、の力で解いていこうと、まあ、数の暴力でクイズに正解していこうっていう企画ですね。回答が偏った場合なんかには全員共倒れで終わる可能性があります。メンバー全員共倒れですね。もうメンバー入らなきゃよかったと、自力で解いた方がよかったんじゃないかっていうような可能性も往々にして本当にあるんで、まずこれ一番大事です。間違っても文句なしの方だけこの先参加してください。まあ、一番目ですね。めちゃくちゃ一番重要な、もう数の暴力で自分 の多分考えを ねじ曲げられちゃう方もいると思うんで、いや私は2番だと思うけどみんなが3番って言うから3ポチ間違えでもう絶望する方絶対出てくると思うんで、もしね全員で間違えた場合その際に文句なしでお願いします。ここめちゃくちゃ大事ですね。で2つ目、クイズ時間がそもそも15秒とめちゃくちゃ短いので、この配信のラグがもしかしたらあるかもしれないので、配信ラグによって回答が間に合わない可能性があります。まあ、クイズの時間内にここに回答がチャットで流れない可能性あるんで、その場合はもうチャットもこの生配信も全く意味がないので、はい、まあさすがに私のこの喋ってる声は15秒遅れることはないと思いますが、まあもし遅れたら、それはただの飲み会になりますので、はい、全く意味のない生配信となりますので、まあ、その際も、まあ、そうなる可能性があると、ただの飲み祭りになる可能性があるってところをご了承ください。で最後ですね、まあ、これ一番大事ですね。うまくいってもいかなくても文句なし、年末最後楽しくやりましょうということで乾杯、いただきます。いやあと1分半ですね、クイズ答えていきましょう。怖いな、まじでマジで怖いっすね。みんな頼りにしてるよ。ちょっと私も複数端末今から用意して開きますんで、ちょっと無言になります。ごめんなさい。あ、まあ喋りながらできるか、ちょっと待ってね。いや怖い、よいしょ。ちょっとお酒とかマジでこぼしそうなんで場所変えて、あと1分ですね。はい、55秒。あ、ちょっとトイレ行きたくなってきた、なんかめちゃくちゃトイレ行きたくなってきた。どこのサーバーにしよう。ちょっとサーバー絞らなきゃな。まあ、とりあえずランゼロは2つは外せないですね。ちょっと別端末からログインバレた。ちょっと待って。どっからログインしたの？ここ何のサーバーだ？ここがランゼロ。ちょっとマジで悠長にやってる場合じゃない。始まったらみんな勝手に答え書いてくださいね。ちょっと私めちゃくちゃ悠長。あと20秒。あと20秒ですね。ランゼロセカンドに入って OK で、こっちはちょっと待って、ログインしないで。さあ始まります。みんな始まるぞ。答えを書いてこう。ま、やべ、間に合わない私が。さあ1問目スタート。神器の種類全部で何種類ある？無双神器と伝説神器ってことですかね。これ 1,2,3,4 じゃないぞ。しかもなんかサーバーかぶってる、やば。 C ですね。やばい、終わっちゃった。終わった。先に私離脱した。これ体力 B。 もう完成モードになっちゃった。もう最悪だわ、私だけ終わりました。みんなどうです？みんな頑張って。もう気楽になったわ。みんなのためにここからサポートします。専属武器の入手場所は首相の専属武器、皇室ショップ、皇室ショップ C です。 C。 3問目 C。 闘技場の毎日の集計時間は21時。 C。 もう最悪や、全然端末間に合わなかったわ。みんな頑張れ、みんな頑張れ。
1問目0問目で私終わりました。花嫁ショップの交換できる花嫁衣装、必要なマスミの心は100なんで C、 あ、 B です。 B です。 B、 ごめんなさい、 B です。 B です。5問目、第5問 B です。もう 98% 成功したり、正解しとるやん。一時転生する際のレベルは100なんで B です。あ、マジで最悪だわ。みんなファイト、頑張れ。放送上の正式リリース日時、これめちゃくちゃ難しいのきた。2024年6年目、2018年の B かな、 B か A ですね多分。さあこれは A が多いか、答えは、回答は A が多いですね。 A に偏ってます、回答は A に回答偏ってる。8問目、神器状態の正しい効果は月のうちどれ、攻撃力増加、 A ですね。おー、79%、減ってる減ってる、結構減ってる。これは難しい、これは難しい、わかんない、ごめんなさい、わかんないです。これは 3C、 C すごい、 C でした。いきなり難しい。帰国子の弟子になってるのは、ソンピン、 B、 B です。9問目難しかった。9問目がめちゃくちゃ難しかった。795人が全問世界、書き相手も山分け。9問目、795人で、100万元宝を山分けすると、ちょっといくらになるか計算しますか。1、10、100、1000万、10万、100万、割る795人は、1人1257元宝ですね。まあ大した元宝数じゃないですね。まあただ、最低、これ多分最低ランクいっちゃったんじゃないかな。ちょっと見ていきましょう。最低報酬が888元宝な、最低報酬まではいってないですね。1126人が答えられると最低報酬になっちゃうと。なんでまだちょっと余裕ありますね。あ、これどうしよう、次もメンバー限定ですかね。これあれですよね、途中で確か脱落した人も、あ、ヨウジメさん中いけた、おめでとう。確かこれ途中脱落の方もその脱落のタイミングに応じてもらえる報酬違うんで、あ、書いてある。泣いていいっすかマジで。あ、でもこの2つもらえるんですね、300。あ、これは絶対もらえるんだ、よかった。50元宝もう最悪、マジでマジで最悪だわ。あ、とりあえず、年末最後のクイズ大会お疲れ様でした。みんな乾杯、飲もう。もう良かった人も悪かった人も関係ない、もう最後ね。また1月月いつでしたっけ、5日か7日、8日後にありますんで、1月7日かにありますんで、その時にはどうします、一般公開でやりたいですか、それともメンバー限定でやりたいですか。ちょっとアンケート取りましょう。ちょっと待ってくださいね、アンケート機能があるんで、ちょっとアンケート作りますね。メンバー限定でね、こじんまりやるのも楽しいですが、一般公開の方でやれば、まあ、正答率は絶対上がりますよね。まあ、今回の9番なんかも答えられた方、一般公開だったらいるんじゃないでしょうか。もう9番、あ、如実にみんなの回答スピード落ちましたもんね。8番までは2とか C とか B とか、まあ、C 多かったですね、ちなみに今回 C めちゃくちゃ多かったですね。あんまり A に答え運営さん置かないっていう傾向ちょっとありそうな気がしました、見てて。まあ正答率を取るかクローズドで楽しむかっていうやつですね。まあでも問題簡単でしたね、8問目ぐらいまでは。まあでも初心者の方なんかは結構下手したら1問目でつまずく方もいるんじゃないですかね。神器の数何個っていうのは、なんか装備できる部位が何個なのかなとかって一瞬思っちゃいましたもん。まあ副将だったら6部位だし、あ、でも答案見る限り数字がちっちゃかったんで、あ、無双と伝説のことかなみたいな。みんな気づいてるか分かんないですけど、私めちゃくちゃへこんでますからね。
めちゃくちゃへこんでますからね。もう十問正解した方と、あの主催ゼロですから。ちょっとじゃあアンケート終わりにしますね。アンケート終了。アンケート結果、次回は一般公開でクイズしてほしい。いい、あ、いいえ7割。あ、じゃあメンバー限定でやりますか、次回も。いいんですね。9問目今回みたいになりますよ。まあとりあえず次回の配信までには、私の方で声優さんリストですね、あ行から全部あのまとめてきますんで、声優さんリストは作っときます、私の方で。であとなんか予想と傾向じゃないですけど、問題傾向で予想できそうなのあったらコメントください、ここに。ちょっと作っときますね、次回までに。アクチュームさん、 お酒飲んで忘れましょう。忘れますか。乾杯、みんな乾杯。まあ本当に良かった人も悪かった人も、もう今年最後ですからね、悪運残して1年終えるよりは楽しい気持ちで1年終えた方が、まあ来年に絶対つながるんで、もうこれはあくまでもう数字の結果です、数字ですんで、これ50元宝もう見るたびに私は今悲しい気持ちになってますが、もうこれを見ながら飲みたいと思います。もう流しますね、これ見ながら、胃に全部。いただきます、乾杯。悪かった人、特に乾杯。悪かった人、心の友ですからね、乾杯。いやー、ちなみにあの9番のこの CV の担当に関してはちょっとあれですね、まだわかんないですけど、有名どころの副賞ちゃん、まあみんなが取った副賞ちゃん、これ多分運営さんがもうクレーム出ないようにある程度なんですかね、分かってる人が多そうな副賞を選ぶと思うんですよ。なんで次回本当に分かんなくて、まあ、このチャットにもあんまり回答がなかったら、一番みんなが取ってそうな副賞ちゃん選ぶのがいいかもしれないですね。浮田直家とかにしたらマジでクレーム出ると思うんで、正解がそんなの分かんねえよって。なんで A とかはすぐ除外なんですよ、これ。なんでまあこの中だと、もうモルドレッドかクレ、または最新のこの中だと一番若いキャラクター、クレオパトラなんで CD に絞られるかなっていう感じで、多分有名どころまたは取得どころが、取得人数が多い副賞ちゃん選んでくるかなって気がしますよね。いや悔しいな、全部いけるわ、あの声優以外マジで悔しいっすね。ちょ、お酒飲んで全然流れてないわ。ちょっともう一杯飲みますね。するおっす、おっす、おっす。